ファイナルファンタジー14新生エヴォルゼアは、もう発表してからそれこそ皆さん丸3年以上お待たせして、ようやくこの夏8月27日に発売をした、ファイナルファンタジーシリーズの最新作になります。 MMORPG というジャンルでものすごく数千人というプレイヤーたちで世界を共有するゲームになっているので、かなり高品質なキャラクターが多数画面に表示されて、初めてその面白さが分かるゲームでもあるので、今回やっぱりハードスペックがプレイステーション4かなり上がっているので、同時に表示できるキャラクター体数、そしてその一人一人のキャラクターのクオリティの高さに関しては、やっぱり PS4 のスペックを余すところなく使えてるんじゃないかなと。もうそこはやっぱり圧倒的にハードスペックが違うので、まあ、大きくゲーム体験、それから今まで PS3 版で見ていた方もやっぱり PS4 版の画面を見た時に一段飛び抜けた違いがすぐに分かるようなぐらい、やっぱり品質に関しては変わってくると思います。ファイナルファンタジー14新生エヴォルゼアはリモートプレイに対応させていただいていて、今回 MMORPG という中でバトルだけではなくて、例えばギャザラークラフターと呼んでいる、まあ、フィールドから物を採取したり、それから制作クラフターと呼ばれるクラスで物を生み出したり、一人でクエストをコツコツプレイしていくことでレベルが上がるという作りにもなっているので、今日やろうと思ってる、もしくはこの時間にやろうと思ってる遊びに応じてリラックスした環境でプレイをしたい、いや今日はもう本気で行きたい、その選択肢が増えるってこと自体がもうやっぱり新しいんじゃないかなと思うし、逆に MMORPG ってどうしてもそのPC で遊ぶものっていう印象があったものを、今回コンソールのプレイヤーの皆さんに提供させていただく上で、まあ他の MMORPG に比べて逆に優れてる点になってくるんじゃないかなと思います。今回タッチがついているので、やっぱりそのターゲットをすること、つまりその画面のどこ、それから何にアクセスしたいかっていう部分に関しては、マウスのような役割っていうのを実際コントローラーを握りながら画面のどこをポイントしたいかっていう使い方ができるのは、一つ大きくそのコントローラープレイの中でも一段さらに、なんだろう、その PC 版との垣根がなくなるというか、いい方向へ行くんじゃないかなと思ってます。今回本当にハードウェアに関してはスペックが開発者にはとても嬉しい作りをしていただいているので、デバイスも豊富につなげることができると思っているので、マウスキーボードでプレイしたいって方、それからもっとゲーミングのインターフェースを使いたいって方含めて、いろんなチョイスが一気に広がるっていう意味だと、それこそさっきのリモートプレイも含めてですけど、一番チョイスが多いハードになるんじゃないかなって気はしますね。今回そのファイナルファンタジー14新生エヴォルゼアを担当していく中で、やっぱり今の世の中、特にプレイした動画を他の人に見せる、シェアすることによって、やっぱそのゲームの面白さを逆にプレイヤーの皆さんが僕らに代わって伝えてくださる場所だとも思っていて、かなり注目を実は PS4 の発表前からしていて、今回ファイナルファンタジー14に関してはボイスオーバー、声が入ってる部分もあるんですけど、このあたりももう声優業界の皆さんにもご協力いただいて、権利関係問題のないようにしていますし、コミュニティの中で、だからチャットだけじゃなくて、その動くものとかプレイを見ながらコンテンツを攻略していけるっていうのは、また一つというか一段違った遊び方になると思いますし、そこはもともとそれをぜひやってほしいと思ってここまで作ってきたので、その機能に関してはできるだけフルサポートしていきたいと思ってます。今回ファイナルファンタジー14、新生エヴォルゼアに関しては、非常にカジュアルな作りで、かつその FF の王道を重視したかなりストーリーライクなゲームになってます。ですので全然安心してまずは、プレイをスタートして見てもらって、まずその新しいエヴォルゼアという世界で光の戦士という存在になるために、新しい冒険の旅にまずは出てほしいなと思います。